都議会は最終日を迎え、舛添知事が初めて本格的に手掛けたおよそ6兆円の予算案が賛成多数で可決されました。また子どもの声を騒音規制の対象外とする条例の改正案については全会一致で可決されました。都議会最終日となった今日、舛添知事が提出した一般会計6兆9520億円の新年度予算案が自民、公明、民主などの賛成多数で可決されました。提出された条例案のうち、弁当の路上販売について事業者を今の届出制から許可制に移行する条例改正案や、子どもの声を騒音規制の対象外とする条例改正案も可決されました。子どもの声をめぐっては、これまで都の環境確保条例で何人も規制基準を超える騒音を発生してはならないとしていたものを改正しました。これまでは子どもも含め住宅街では図書館の館内程度の45デシベルを超えてはならないと数値を定めて規制していましたが、都の改正案では小学校に入る前の子どもに対し数値規制を適用するのではなく、生活環境に障害を及ぼしているかケースバイケースで判断することになります。舛添知事が初めて本格的に手掛けた予算案を審議した今回の議会、自民公明のみならず共産党も一定の評価をするなど無風議会のまま新年度を迎えることになります。この都議会で可決されました子どもの声をめぐる東京都の環境確保条例について取材をした風戸記者に聞きます。はい、よろしくお願いします。風戸さん、この条例の改正によってですね、はい、子どもの声は騒音の対象から外すということが決まったわけですけれども、はい、具体的には何がどう変わるんでしょうか。はい、一番大きく変わった点はこちらです。はい、ご覧ください。子どもの声をですね、45デシベル以内にするなど、まあ、これまでは数値規制を掲げていたわけですけれども、はい、この規制を取っ払ってですね、こちらの受認限度で判断するという方針に変えました。この受認限度というのは聞き慣れない言葉ですよね。そうですね、はい、この意味なんですけれども、受認、これ受け入れることができるということで、意味としてはこちらですね、我慢できる限度ということになりまして、はい、つまりこの騒音というものが我慢できる範囲内なのか、それとも範囲外なのかということをこれから定めていくということなんですね。まあ、数字で一律にこう規制していくのではなくて、まあ、ケースバイケースで判断をしていくという方針に変わりました。ただこの騒音で悩んでいる方にとっては、数値規制をなくすことに不安を覚えている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。そうですね、全く判断材料がなくなったわけではないんですね。はい、これまで、まあ、トラブルに発展した場合、今後はですね、自治体は、まあ、音の発生頻度ですとか、あとは騒音を防止するために保育事業者がどれだけ努力をしてきたか、そういった点をチェックするようにしています。で、最もですね、今後チェックポイントとして大事な点、こちらなんですけれども、これが関係者同士のコミュニケーション、これがなされてきたのかというところを最大のチェックポイントとしているんですね。はい、で、私は今回ですね、まあ、練馬区で、まあ、住民とですね、訴訟にまで発展してしまった保育園、それから、まあ、訴訟にまで至らずに住民と良好な関係を築いている2つの保育園を取材したんですけれども、まあ、うまく関係を築いている保育所のですね、まあ、特徴として挙げられるのが、保育所を建てる前にまずきちんと住民との話し合いをしているという保育園ですね。はい、まあ、防音壁などの、まあ、住民からのですね、要望をできるだけ取り入れている保育所、まあ、これが一つ大事なのかなと思います。そうですね、それから日々のコミュニケーション、これも挙げていましたね。まずは挨拶からということで、まあ、すれ違うたびにもうどんなに無視されてもまずは挨拶から始めたということです。はい、それから例えばですね、子どもたちが芋掘りをした場合にですね、近所の人に配るですとか、あとは、運動会に参加してもらうなどですね、関係を良好にするための努力、アプローチを積極的にしている、そういった点がありましたね。そして最後に、まあ、苦情の対応は現場の園長が対応しているという点でしたね。
訴訟に至ってしまった保育園、まだ関係がうまくいかない保育園の中には弁護士先生に頼むですとか、あとは保育事業者の本社の人に対応してもらうというケースもあったんですけれども、やはりフェイストゥーフェイスでこう会話をして、苦情をまずは現場で受け止める、こういった姿勢が非常に有効だと話していました。なるほど、そのトラブルを大きくしないためには事業者がさまざまな配慮をしていくと、そういうことが求められるということですよね。そうですね、今回取材をした保育所の園長に聞いたところですね、後から地域に入らせてもらう立場、はい、ということを非常に自覚されていました。で、コミュニケーションを心がけて、できるだけ近隣住民の要望を取り入れるようにすると、防音壁を作ってほしい場合は防音壁を作る、そういったことを非常にこううまく取り入れていたなという印象でした。で、まずはトラブルが起きないように関係づくり、これが第一だというふうに感じたんですね、はい、で今回の条例の改正の狙いというのはまさにその関係づくりを促すという点が最大のポイントなのかなと思いました。わかりました。後と記者とともにお伝えしました。